タジアムはすでに大歓声に包まれています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、マンチェスターシティがリバプールを迎え撃ちます。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。このゲーム、好調な攻撃陣を要するアウェーチームですが、これまで挙げた得点数はリーグトップを記録しています。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。こちらがリバプールの先発メンバーです。こちらも 4-3-3 を採用してきました。マンチェスターシティのキックオフで試合が開始します。ケビン・デブライネ、ボールを失います。ナビ・ケイタ、ディフェンスがうまく対応。マークレズ、ディフェンスが冷静に処理します。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ロベルト・フィルミーニョ、スルーパスを狙ってきましたが、キーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。ロベルト・フィルミーニョ、このシュートで勝ち越せるか。エデルソンが防いだものの、プレーは続いています。カウンターアタックに入るか。ナビ・ケイタ、このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ここはキーパーが積極的に出ました。フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。ロドリゴ、ハメス・ロドリゲス、アグエロ、ラヒーム・スターリング、ドリブルで進みます。ファーサイドのデブライネ、いいボールでしたが、ここはクリア。デブライネのコーナー、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ここはカウンターのチャンス。モハメド・サラ、リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。リバプールのコーナーキックです。キャニッチのコーナーで再開、ヘディングで戻す。中を狙うか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。サディオ・マネー、試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。別の角度からご覧ください。
厳しい顔をしていますね。同点に追いつかねばなりませんが、何か作戦を変えるのでしょうか。さあキックオフ、試合はリバプールがリードしています。デブライネがボールを奪われました。余裕を見せます。マルキーニョス、走り込んだ味方にスルーパス。モハメド・サラー、キーパーがボールをキャッチしました。ピャニッチ、ファビーニョ、これは見事なパスカットです。マンチェスターシティのフリーキックでゲームが再開されます。これは見事なインターセプト。今のところポゼッションはマンチェスターシティが上回っています。しかしながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと同点へのチャンスは作り出せないでしょう。ロドリゲス、デブライネ、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ロドリゲス、ハメス・ロドリゲス、絶妙のスルーパス。アリソンが防いだもののプレーは続いています。ピャニッチ、キャニッチ、絶妙のスルーパス、見事なロブパス、裏へ通る、これはもらった、ダイビングヘッドでゴール。ガラ空きのゴールでボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。この角度からも見ましょう。ロドリゲス、これは相手にパスしてしまいました。ロドリゲス、マンチェスターシティサイドをつけそうです。リバプールパスをつなげない。ロベルト・フィルミーノ、このカットは大きい、しっかりと奪いました。前半が終了しました。スコアは2対0。さあ後半開始、現在リバプールがリードしています。ボールがこぼれている。マンチェスターシティの形がいいですよ。ここでチームの入れば試合が面白くなる。相手が寄せてきました。審判はリバプールのフリーキックを指示します。ナビケイター、モハメド・サラー、サイサイドから切り込んだ。ここは押し出します。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、マンチェスターシティが次に対戦するのはサウサンプトンです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。ゴール前にキーパーがいない。1点返しましたよ。これでまだまだ試合は分かりません。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。
違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。1点差に詰め寄られて今後監督がどう動くのか注目されます。ロベルト・フィルミーノ、これは見事に奪いました。ロドリゴ、マンチェスター・シティがボールを失いました。ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノがスルーパスを狙いました。このプレーはチャンスにつながりません。さあカウンターを仕掛けるか。アグエロがボールを運ぶ。アグエロ、アリソンが防いだもののプレーは続いています。リバプールがボールを失いました。同点に持ち込む絶好の機会でしたが決めきれません。あと少しだったんですけどね。あっと、すぐにボールを取られました。ラウタロ・マルティネス、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか、裏も見えていたのか。ロベルト・フィルミーニョ、ナビ・ケイタ、最高のボールが出た。ゴールが空いています。エデルソンが防いだもののプレーは続いています。ケビン・デブライネ、ラヒーム・スターリング、マンチェスターシティサポーターからの声援が。走り込む味方にアグエロのスルーパス。攻撃はここまで。ここはカウンターアタックを狙うか。サディオ・マネ、ロベルト・フィルミーノ、マルティネス、ラヒーム・スターリング。危険なエリアです。マンチェスターシティのチャンスになりますか。マンチェスターシティ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。アグエロがゴールに向かう。マンチェスタースティのスローインです。怪我による交代です。この後の展開に影響が出そうですね。マンチェスターシティのフリーキックでゲームが再開されます。スターリング、マンチェスターシティ PK を獲得しました。先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。マンチェスターシティにコーナーキックが与えられます。マルキーニオス、うまくボールを奪った。このパスはカットされました。空いているスペースが見えたか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームはここまでしっかりとリードを守っていますね。はい、あとはこのリードを守ればいいだけですが、集中力が切れやすい。 PK だ。マンチェスターシティに絶好の場面が訪れました。 PK、 これを決めれば同点です。その上一人退場ですからね。この試合を左右するプレーになりそうですね。入った。ゴール決まった。マンチェスターシティがゲームを大きく動かす貴重なゴールを決めました。
緊張する様子もなくしっかり沈めてきましたね。違うアングルから見てみましょう。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。試合は現在2対2、残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次ゴールは見えるか。アダム・ナラーナ、エデルソンのセーブ、まだインプレーです。カウンターから仕留められるか。カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノがスルーパスを狙いました。ゴールにつながるプレーとはなりません。マルティネス、アグエロ、マンチェスターシティがこの時間でも果敢に攻撃に出ます。決定、あー入った。このゴールは、これはここまで奮闘してきたディフェンス陣にとっては辛い結果です。これはボールが当たって入ってしまいました。ディフェンダーの宿命ですね。ブロックしようとするとこういうこともあります。さあ取り返しに行きましょう。キックオフです。試合は間もなく終了します。これが1点を追うリバプールの、入れば同点ですがシュートを通さない。アグエロ、ロベルト・フィルミーニョ、同点ゴールなるか。ディフェンスの見事なブロックです。シュートは行かせない。まあ、ここでタイムアップのホイッスル、試合終了です。ライバル対決の名にふさわしいゲームとなりました。そうですね、ピッチもスタンドも激しく声を出してましたね。こういう試合の繰り返しがお互いの歴史を積み上げていくんでしょうね。